座敷わらし。昔、寒い地方の大きな宿の奥座敷に、旅のお客が一人泊まった時のことです。お客が休む支度をしていると、障子が開いて小さいわらしが入ってきました。お客様、腕相撲をしておくれ。ニコニコと言われたので、お客は宿のわらしだと思い、相手になりました。ところが、そのわらしの強いこと強いこと、いくらやっても勝てません。驚いたお客は、次の朝、こちらのわらしの力の強いこと、腕相撲をしましたが負けましたよ。しかし、宿の人たちはみんなそんなわらしは知らないと顔を見合わせて不思議がります。お客は首をひねりながら帰っていきました。それからというもの、その奥座敷にお客が泊まるたび、不思議なわらしが姿を見せるようになりました。夜中にお客と相撲を取ったり、寝ているお客の布団や枕をひっくり返してからかったり、ただそのわらしの姿を見ているのは奥座敷のお客だけなのです。座敷わらしは評判となりました。座敷わらし見たさの泊まり客も増え、宿は大層繁盛しました。そうこうして四五年後の日、宿の主人が帳場に座っていると、奥から誰か出てきました。主人が顔を上げると、女の子のような髪型の背の低いわらしがスタスタと足音をさせて歩いています。声をかけようか迷っているうちに、そのわらしはすーっと宿の外に出ていきました。番頭、今のわらしは誰だろうね。わらし、さあ気がつきませんでした。それ以来、奥座敷からは座敷わらしの姿も音もとんと消えてしまいました。どうしたものか、日増しにお客も減り続け、宿は繁盛しなくなりました。座敷わらしはあの宿の福の神様だったのだ。近所の人々はそう噂し合ったということです。哀れな悪魔。昔、ある村にお百姓さんがいました。お百姓さんは一匹の牛を飼っていました。春になるとお百姓さんは牛に草を食べさせるために野原に連れて行きます。
神様、いつも我らをお守りくださってありがとうございます。今年も牛にたくさん食べさせてやってくださいまし。お百姓さんは懸命に神様に祈ります。草木の陰からそれを面白くない心持ちで聞いている者がいました。悪魔です。人間ってやつは何でもうまくいくと神様のおかげ、うまくいかないと俺たちのせいにするんだからな。たまったもんじゃない。たまには俺も俺ってやつを言われてみたいもんだ。それから2、3日後のこと、お百姓さんの牛が沼に足を取られて出られなくなりました。また悪魔の仕業だな。お百姓さんは牛を引っ張り上げるために手伝いの人を呼びに行きました。それを見ていた悪魔はお百姓さんがいなくなったのを見計らって牛を引っ張り上げて岸まで連れて行きました。これで俺も礼を言われるだろう。悪魔はにんまりと笑いました。やがてお百姓さんが帰ってきました。牛が岸に上がっているのを見てお百姓さんは大喜びでこう言いました。神様、よく牛を引っ張り上げてくれました。お礼を申し上げます。これを聞いて悪魔はがっかりして帰っていきました。虎とタニシのかけっこ。昔々、虎が田んぼのタニシを見て、なんとチビでのろまない生き物がいるんだろう。お前なんかは一日かかっても田んぼから出れまい、とバカにした。バカを言っちゃいけません。私はあんたよりずっと足が速いんですよ。比べてみますか。そんなら一つ向こうの山の一本松までかけっこしようじゃないか。次の日、二匹は朝日が昇るのを合図によーいどんと駆け出した。虎がビュンと飛び出すとタニシはその尻尾に飛びついた。虎は向こうの山の一本松までビュンビュンと風のように駆けていった。一本松についてくるりと振り返ったが、もちろんタニシなんぞどこにも見えない。ふん、タニシのやつ、でかい口叩いても大したことないな。虎が振り返ったとき、虎の尻尾につかまっていたタニシはポンと地面に飛び降りた。どこを見ているのですか、トラさん。私はここですよ。トラが探してみると、一本松の根元にタニシがちょんと座っていた。
さっきからずっとここに座って待っていました。虎はこんなに小さなタニシに負けてしまったことが恥ずかしくて恥ずかしくて、とうとう日本から出て行ってしまった。だから日本には虎は住んでいないんだと。タニシは虎の尻尾につかまっていた時に殻をあちこちにぶつけてしまった。だから今でもタニシの殻には繕った跡があるんだと。三人兄弟。昔、とある農家に三人の兄弟がいました。上から順に多少、ビンドイ、カストールと言いました。三人は畑を耕すのが嫌いでした。見かねたお母さんはこんなことを言いました。お前たち、家の仕事が嫌なら世の中に出て運試しをしなさい。七年したら帰っておいで。こうして三人は次の日一緒に旅立ちました。しばらく行くと十字路に差し掛かりました。ここからは違う道を行くってのはどうだろう。で、7年目にここで落ち合うのさ、と多少が言いました。二人もこれに賛成。それぞれ別の道を歩いていきました。7年の後、兄弟はあの十字路で再会しました。多少はガラス職人に、ビンドイは腕の良い船大工に、カストールは泥棒の名人になっていました。その数日後、国中に王のお触れが届きました。ペルリータ姫が悪い魔法使いにさらわれた。姫を助けた者に姫と結婚する資格を与えよう。三人は喜びました。多少は遠くが見える覗き眼鏡を取り出しました。覗いてみると遠くの島の高い塔に姫が閉じ込められているではありませんか。まずビンドイが船を作りました。その船で三人は海に漕ぎ出しました。島に着くと塔は多くの怪物が見張っていて近づくことができません。二人が諦めようとすると、カストールが任せてよと近づいてきました。カストールは腕のいい泥棒でしたから、姫を助け出すのは簡単です。姫を船に乗せて、怪物に気づかれぬうちに出発してしまいました。姫が帰ると国中が喜びに沸きました。ところが、この場合
一体誰が姫と結婚するのでしょう。王様は大変困って、賢い大臣たちを集めて相談させました。そして、一つの答えを出しました。その者たちに国を半分与えることにした。三人で土地を分けるがよい。三人は大地主となって豊かに暮らしました。美女と野獣。昔、フランスに三人の娘と暮らす商人がいました。ある時、大きな町に行くことになり、商人は娘たちに聞きました。お土産は何がいいかい？長女はドレス、次女はブラウスが欲しいと言いました。そして末娘はこう言いました。バラの花がいいわ。商人は町でドレスとブラウスを買いましたが、バラの花はどこにも売っていませんでした。でも帰り道でバラの花が咲いているお城を見つけました。商人は声をかけましたが、誰も出てきません。そこでバラを一本だけ折りました。その途端に大きな獣が現れました。なぜ黙ってわしのバラを折ったのだ。末の娘のお土産にしたかったのです。商人が答えると、獣は言いました。その娘を連れてこい。連れてこなければお前かその娘を食ってやる。商人は困り果てて家に帰りました。そして話を聞くと、末娘はこう言ったのです。私、獣の城に行くわ。お父さんを獣に食べさせることはできないもの。次の日、末娘は獣の城に行きました。すると獣が現れて言いました。私と結婚してくれ。必ず幸せにするぞ。断れば自分かお父さんが食べられてしまうでしょう。でもすぐには心が決まりません。一度お父さんのところに返してください。そう言うと獣はうなずいて言いました。いいだろう。だが明日の9時までには戻るのだ。末娘は次の日、約束通り9時までに戻りました。その次の日も家に帰り、約束通り10時に戻りました。3日目は11時に戻る約束でした。でも姉さんたちが、何も獣との約束を守ることはないわ。そう言うので、その日は家に泊まって次の日に城へ戻りました。ところがどこにも獣の姿が見えません。
川の方から泣き声が聞こえます。娘が川に行ってみると、獣は末娘が帰ってこないことを悲しんで川に入って死のうとしていたのです。お城に戻りましょう。私はあなたと結婚します。娘がそう叫ぶと、獣はたちまち素敵な王子の姿に変わりました。王子は魔女に呪いをかけられていたのです。ありがとう。あなたのおかげで呪いが解けました。王子と末娘は結婚し、末永く幸せに暮らしました。